まず第一に率直な感想を聞かせてください。はい、うん、いいよ、泣いていいんだよ嬉しいんだもん、館長はこれ出してるんだもん。長かった。長かったね、4年かかったね、うん、なんか結構なんかハッピーパーソンなんで、うん、まあ、バトル好きなんですけど、うん、全然なんか勝ちたいって思わなくて、うん、なんか勝ちたいと思ったらすごい緊張しちゃって踊れなくなるんで、うん、もうとにかく楽しむ楽しむっていつも思いながら踊るんですけど、うん、だからなんかバトルとか負けてもなんか自分が楽しかったらあんまり悔しいとか思ったことなくて、うん、でも OSN 初めて枠があった時に、うん、負けて初めて悔しくて、で次の年は絶対と思ってまたトップ4で、来年こそはと思ってまたトップ4で、でなんかもうなんか踊るたびにまたトップ4で負けるんじゃないかなっていうなんかイメージがトラウマみたいなものがね出てきちゃって、でもそれもなんかこう打ち消すようにこうやって優勝してコメント何言おうかなってずっとイメージして昨日の夜とか、うん、いたけど話せた話せたやっと言えた思いの丈を。で東京を出て海外いっぱい回って、うん、もうこうやって大阪にも来て、なんか本当にいろんな人が応援してくれて、うん、声いっぱい聞こえて、うん、ありがとうございました。いや、こちらこそ素晴らしいダンスありがとうございます。